ということですね、またちょっとまた、選手たちとは話が違うんですけども、まあ、日本にとっては日本代表以外にちょっと注目を集めるといいますか、そういうシーンがあったんですが、まあ、ブラジルの開幕戦ですね、クロアチアを迎えた一戦なんですけども、実は我らが日本人ですね、西村主審が、はい、主審を務めた試合だったんですけれどもちょっと今翔さんから苦笑いも出ましたけれどもPK 判定ありましたね。ありましたね、はい。あと、PK 判定が実は、翔さんなんかとぼけないでいただきたいですけど、ありまして、はい、上田編集長、それについてコラム書かれまして、はい、非常に高い関心を集めたという状況なんですけれども、まあ、僕はね、記事も書いた通り、あれは誤審ではないと思うんですね、うん、はい、やっぱり見返したところ、ロブレンの手は、左手もかかってたし、右手もかかってて、はい、やっぱり倒そうとしていた。で、まあ、もちろんフレッチはシミュレーション、うん、倒れかけようとしていた。ただやっぱり手はかかっていたし、あれはやっぱり PK と取ってもいいんじゃないかなと。で、やっぱり開幕戦の意味っていうのはやっぱり考えた方がいいと思うんですね、はい、あれがやっぱり FIFA の基準、うん、今大会はああいうその少し引っ掛けたことは全て取りますよと、そういう意味合いだと思うんですね、なのであれをミスジャッジとは僕は思わないですね。さあ、そして大谷、先ほどちょっと苦笑いされてましたショーンさん、実はイングランドが一番あの判定を批判してるみたいなんですけれども、ごめん、何だいやいや、あのジャッジですね、クロアチア対ブラジルの、はい、PK をですね、西村シーンが与えるシーンがありました。はい、何回も見られた、見てますよね、イングランドの友達はどうしたの、Jリーグでいろいろ起きる、まあ PK じゃなかったと思う、翔さんは PK じゃなかった、もちろん、まあ、上田さん今言ったらもう右手も左手もでも PK じゃなかった、フレッジが結構でかいね、でかい、だから PK じゃなかったけど、まあ海外のメディアと海外のサポーターと、まあ、クロアチア監督選手も西村さん の国籍もういろんな話、日本人だからアジアの審判がこのレベルできないのは、それは、まあ、ちょっと人種差別みたいでしょ、次の試合も多分コロンビアの出身もメキシコ対どこだっけ、ドスサントスか2点はなかったでしょ、審判が間違った、その話なかった、審判の国籍の話はなかった、そう、出なかったね、そう、カメルーン戦、カメルーン対メキシコ、カメルーン戦でしょ、カメルーン戦、審判がどこかなかな、コロンビアかな、コロンビアだと思う、でも、そんな問題もある、もちろん審判が世界でどこでもミスする、はい、プレミアリーグでは、まあ、毎週末、チームで記事で監督とかちょっと文句する記事で記者も記事書いてるとか、この審判がよくなかった、前回のワールドカップイングランドのハワード・ウェブも決勝戦でデジョンの、まあ、カンフーサッカーも退場になれなかったのを知らなかった、それは国籍は関係ない、審判がたまにミスする、それはしょうがない、それはもちろん PK じゃなかったけど、まあわざとじゃなかったね、西村さんが PK だかって感じですぐ判断しなきゃ、1回だけ見るでしょ、サポーターとメディアが何回も、そうもちろんね見えるけど、審判が1回だけと、サポーターが結構、まあ、みんながブラジルに応援してる、わざとじゃないけどこんなプレッシャーもかかるでしょ、何万7万人ぐらいは、ホームなわけですか、多分もうちょっと 50% じゃなかった、多分60-40になれば、その一問以内が判断しなきゃいけない、それはそう、海外でその問題は国籍が関係ないと思う、審判がたまにミスする、もう西村さんが多分ワールドカップは多分終わりましたから、次の試合が難しい、メディアと、まあ、そういう面で監督が試合前にこの審判ができるかな、プレッシャーもちょっと、プレッシャーも、でも今大会は PK が多い、多いでしょ、多い、だから要は西村さんの基準でみんな吹いてるから、だから実際それは基準になってるわけですか、基準になってると思います、いやもちろんプレミアリーグだとあれは取らない、 PK は取らない、はい、もう立ちなさい、はい、フィールダウドも、はい、クラッテンバーグもみんなそうやって言う、でもワールドカップだから基準が
違う。僕は違うと思う。まあ、多分審判によりでしょ。うん。多分もし、まあ、ラリーガを見たら、プレミアリーグ見たら、セリア見たら、審判がちょっと違う。うん、コンタクトは、プレミアリーグは結構激しく、うん、よくそうね、あのそれピッケじゃない、立ってて、うん、審判も言うけど、ワールドカップでね、まあ、難しいね、うん。難しいけど、多分、もうちょっと、PK を取るのはやりやすくなるかもしれないね、うん、コンタクトは何かあれば、うん、PK の判断があるかもしれないけど、うん、まあね、まあ、難しい。実際見解としては、ああいう場面、まあ、緊迫した場面での PK ってどうですか？なるべく取った方がいいのか、もうやっぱりそこはもう流していった方がいいのか、プレーを中断したようにといったんですか。難しいですよね。そこは厳格にね、やりすぎちゃっても、ね、その試合の雰囲気を壊しちゃうっていうのもあるし、そうですよね。うん、で今は本当にシミュレーションが本当にうまい、ね、選手がわざと転ぶ、ね、本当にうまいから、うん、そこは本当に難しいところではあるんですけども、うん、ただまあでも PK だと思うよ。 PK だと思う。うん、言えばいいんじゃないかなと。そうね、まあ、だからどっかの気ですね、うん、あのさっき腕をかけた、そうですね、そこまでいったら PK ですとか、うん、いくらシミュレーションとはいえやっぱりもうここをこう掴んでるんだからっていうふうな理由があるかどうかとか。そうですね、まあ僕は掴んだらもうダメだと思うんですよね、そのコーナーキックとかだとまあ結構なりますけど、あれはもう流れの中のプレーで、はいはい、完全にやっぱり、まあね、フレッチは上手かったんですけど、やっぱあそこはフレッチを止めようとしていた、得点の機会を奪おうとしていたというところで、はい、やっぱまあ吹いても僕は全然間違いじゃないと思います。でも多分ペナルティーエリアにいないと以外は違うでしょ、うん、だから審判がもうちょっと気をつけなきゃと、うん、フレッジがまあ今言ったけど結構でかい、結構強い、はい、それはもしコーナーフライドの近くに全然倒れない、はい、ペナルティーエリアに倒ればまあいい、それは PK じゃないよ外にそれしないと思う、うん、でも審判がまあ試合の流れにちょっとまあ読まなきゃね、あの、うん、最近この間のフランス・ホンジュラス戦は結構危なかった、はい、ホンジュラスは本当に怖かった、うん、フランス人は誰も怪我にならなかったのはちょっとびっくり、うん、その試合で審判が多分誰かに退場しなきゃいけない、うん、コントロールは、うん、コントロールのために、はい、だからまあブラジル戦はそんなに両チームはそんなに激しくなかった、その前に、はい、その後はクロアチアがちょっと怒ってて、いろんなファウルもありました、うん、選手はちょっと怒ってて、そんな問題もありました。その時にはもし僕は西村さんだったらフレッチに、それは PK じゃないよ、分かるでしょ、うん、ブラジル選手は分かる、アシミュレーションができない、この審判がもうちょっと厳しい、ペナルティーエリア以内はすぐ倒れない倒れない、あの倒れなかった方がいい。でも PK 取ったらブラジル選手はアシミュレーションはこの審判がすぐフリーキックとか PK を出せると、クロアチア選手はもうちょっと怒ってて、もうちょっと激しくなって、もちろんブラジルのアドバンテージになりました。そう、審判がもうちょっと判断はもうちょっと時間取った方がいいと思う。ちょっと考えてアシスタントとちょっと話してて、この判断がビデオを使った方がいいと思う。もちろん今できないけど、できないけど、試合がもう止まってるでしょ、はい、みんながアピールして、どう審判が試合が止まって、ビデオ見て、いや、PK じゃない、フレンチにやろうか、多分10秒しかかかんない、うん、フォースフィッシュと話してて、いや、シミュレーションやろうか、はい、続いてて、多分どのぐらいかかったか分かんないけど、多分ペナルティはあと2分間ぐらいでしょ、うん、クロアチア選手はいろんなもんして、ブラジル選手はプレッシャーかけて、もしビデオをチェックして、まあ、10秒、20秒しかかかんない。だからそれ、まあ、今できないけど、それの方がいいと思う。多分、両チームが、試合中が、多分3つだけアピールがある。もしアピール、テニスみたい。はいはい、アピールしたければ、じゃあ、試合、ちょっとタイムアウトして、うん、あ、じゃない、いや、イエローカード、フレッジプレイオン。か、あ、PK です。あの、何戦か。ベンゼマのゴールでしょ、うん、ゴールラインテクノロジーは。あんまり時間がかかなかった。みんなすぐは、まあ、すぐ分からなかったけど、解説したらもうまだ分かんないけど、うん、ちょっとあの微妙だけど、ビデオ見たらみんながすぐ分かる。ちょっと、それの方がいいと思う。ビデオ判定、そのビデオ判定が必要かなと思います。
まあ、実際の例えばアメリカンスポーツアメリカンフットボールですとか、うん、あと今年からメジャーリーグベースボールもビデオ判定が実は導入されて、うん、1回プレーを中断してあの監督が1回その抗議権を持っていて、うん、でそれに対して審判がチェックをしてアウトかセーフかもう1回ジャッジをし直すっていうシステムはできたんですけども、うん、サッカーにもやっぱりそういうのは必要になってきそうなのかね。どうですか。まあみんなが清く正しいプレーをするなら、うん、僕は、まあ、ビデオ判定があってもいいと思うんですね、はい、ただやっぱり実際そうではない、うん、例えばその中東のチームひどいですよね、時間稼ぎをする、はい、でショーンが言ったように3回チャンスがある、多分3回全部シミュレーションで多分中東のチームは使いますよね、うんうん、そういうことを多分やってしまう、でルールを逆手に取った悪いことをする選手がいっぱいいる限りなかなかやっぱ難しいと思うんですね。僕もやっぱりビデオ判定は本当はあった方がみんながスッキリするとは思うんですけど、やっぱりなかなかね、うん、フレッチみたいな選手もいるし、難しいかな。まあ、もしあればブラジルもちょっとアピールしたくないかも、うん、アピールその時にもし試合止まっててアピールどうかな、フレッジは多分シミュレーションだから、うん、もしアピールして審判がもう一回見て、あシミュレーションフレッジがイエローカードもらうので、はい、多分アピール しない方がいいかもしれない、不利になってしまう、うん、そうですね、じゃあ審判がないと思ったのではい、プレーオンにしよう、うん、それ、うん、それの方がいいと思う。でもなんでサッカーが使わないか分かんない、うん、そんなに時間かかんない、そんなに難しくない、今もフォーサフィッシュがテレビのモニターがあれば、うん、画面があればすぐ分かる、なんで使わないかよくわかんない。まあでもちょっとずつですけど、まあ、メジャーリーグベースボール野球もやっと今年なんで、うん、やっぱちょっとずつそういう制度、うん、まあ、これまでやっぱり審判のなんていうかその判定っていうのも含めてスポーツだみたいな考えがあったんですけど、うんうん、まあ、そうですね、でもどうしてもやっぱり誤審っていうのが生まれてしまう、人間が裁くものなので、うん、っていうところでやっぱりちょっとずつ生まれてきてるから、まあ、サッカーが今後どうするかっていうのはまたわからないですね。まあ、誤審も面白いですよ。まあ、面白い。我々は今この話できるから、まあ、先ほどだからブラジルっていう話をしてたけど、ね、ブラジルの地だからっていうそのホームの笛みたいなのありますもんね、うん、いつか、はい、そうですね、やっぱりまあしょうがないですよね、やっぱり、うん、フォワードはシュートのミスをする、はい、キーパーはキャッチのミスをする、はい、まあ、審判もジャッジのミスをする、もうしょうがない、しょうがないけど、サポーターとメディアがだんだん厳しくなるでしょ、うん、ちょっとまあパーソナルになる、プライベートになる、西村が多分お金もらったとか、みんながいろんな話があって、それはアンフェアと思う、うん、西村さんがミスした、それだけ、あの選手が、まあ、もしフォワードがビッグチャンスは決められなければ、それだけ、あ、残念ですね。うん、それだけ。でも審判がもうちょっと、そうね、もうちょっとパスのとか、多分これから今言ったけど、西村さんが多分他の試合があるかどうかわかんない。多分彼のワールドカップはもう終わりましたかもしれない。それは残念。もちろんミスしましたけど、しょうがない、みんながミスする。サッカーでも、まあ、みんなが仕事で。まあ、僕はやらないけど、たまにみんながミスするかもしれないね。ミスしないでしょ。ミスしない。僕は全然ミスしないけど。まあ、多分1回かな。3年前ぐらい、ちょっとスペインミスありました。まあ、だから、その、西村さんが次に大事な試合を任せるかどうかで、FIFA の見解が分かると思うんですね。決勝トーナメントも西村さんがやるとなれば、FIFA としては西村さんは絶対正しい笛なんだと。いうことだと思うし、もしそのショーンが言うように西村さんがもう帰国するとか、もう笛吹かないってなれば、もしかしたらその西村さんが間違えたのかなとはいう見解にかもしれないです、ね、じゃあ今後のその FIFA がどういう対応するかが結局公式の見解になるかもしれないと。そうですね、まあ、口ではいろいろ言うんですよ、あのすぐ FIFA も西村さんを支持するコメント出して、でもそれはまあもちろん当然 FIFA が送り出した審判なんで守る、ただやっぱりその今後の対応でやっぱり分かると思うんですね、まあ、僕はもちろん誤審じゃないと思ってありますけど、まあ、やはりこの誤審かどうかっていうのはここでも意見が分かれるぐらいですので、うん、まあ、ちょっとですね FIFA の今後西村主審が笛を吹くかどうかというのもちょっと気にしていければなと思っております。フットボールチャンネルが書籍になりました。第2弾はスペイン代表、絶対王者が見せる強く美しいフットボールの真髄とは。デルボスケ監督をはじめ、チャビ、イニエスタ、セルヒオ・ラモス、
カシージャスなどなど、現役のスペイン代表選手の独占インタビューを掲載。さらに元日本代表福西崇史さんのスペシャルインタビューも掲載して絶賛発売中です。お求めはお近くの書店、オンラインショップまで。